さあ、リスティリュウ。さあ、みんな大好きリスティさん、マーサスの門番がこんなに順番が遅くなってしまって、はい、門番ですもんね。はい。さあ、これはライガとフーガなんで、フーガ募集中ですおっ と, おっと、思いっきり投げてくる。うん極長ぐらいある体が極長ぐらいあると。あ、でもリスティさんはね、左利きなんです。僕左利き大好きなんです。左利きプレイヤー、はい、レフティーの人はレバーさばきがうまいと。うまいんですか。はい、平君も。あー、そうですね。創造さんも左です。スージーさんもそうですよ。うわーっと、うわーとか言ってたらもろぐらいしましたねさあ、8対9で結構近くなってきました。出てくるのは湘南龍。湘南くん結構、はい、硬い立ち回りっていうか、そうですね、しっかりしてて。うわー、エコじゃない。できる。さあ、もう一丁、もう一丁がエコこれもう一丁がエコ、もう一丁がエコです。なるほど。あれでも終わっちゃうぐらいですよね。そうですね。すごい。めくり中キック、コパン、強パン、強マシンガンだと多分知りますね。あ、さあ、出た。大勝利落とした。こっからさあ、安いが手堅く、あーっと、うわー、エコ DJ のこういう勝ち方を知ってる感じなんですよね、やっぱり。なんか あれですよね、あの間合いの飛び台形、はい、にくい感じですよね、リュウガーからすると。合わせて、はい、このままタイムアップを狙っているが、わー、危ない。中国勢パリータ湘南の奇跡張りましたね。やりました。さあ、ここからはまずは落とす。 DJ 戦は対空が難しくなるんで、はい、足払い対空の前をもう一歩近寄ってから戦いたいところですが、一歩透かしちゃうともう大惨事、はい、おっと、うまい。おっ、うまい。おっと、おお、大勝利。さあ、10番手小江戸ベガ、この色は、この色は、ゆうベガさんがいるときはこの色ですね、はい、同じ色を使うわけにはいかないと。いかないと。さあ、思いっきりゲージが貯められてしまったので、龍側も慎重に取り返さないといけない。この前の波動が怖いですね。さあ、落とす。一番いい勝利は落ちる。逃げ出して、さあ、この状況、小江戸どう攻める。うわお、ちょっとごちゃりましたね。そうですね、端っこのバックジャンプ読みの行動、ベガが何をできるかと考えるとあんまりないんですよね。突進ができないですね。おっと、ナイス中パン暴れ。さあ、歩きに対して波動を用意してある。そして、さあ、おっと、お、竜巻で吸収、投げて、まだスライ、昇竜が真空削り、これは圏内でしょう。し、湘南2連勝。いいね。さあ、シャルバイソン、シャルさん2週連続、あ、中国の人、おーっと、確かにも土曜日、おん、今こっちに来てんのかな、そしたら、はい、横浜に、うん、さあ、すごいピオリ方をしてもまだ全然いけそう。マイソンの火力を、ね、うまいっすよ今日湘南さんね、僕と40戦ぐらいやってるんで、はい、それを生かしてもらいたいとこですが、僕3回負けました。おっと、めくり立つ巻き。ひかさん、バイソン側、はい、あの体力であれだとどうしたらいいんですか。じっくり、はい、とりあえず見て、真空で死なない体力だったらまだじっくりいっていいですね、ま、さあ、端はきつい、端は きついですね。おおっと、投げからのラッシュが際どい。うわー、落ちない。
ゲージが溜まったバイソンに横からオワオワされるというのはどんだけ苦痛なことか。おー、うまい、いい勝利出た、よく出した。中ゴスから大ゴス投げハード、ピオリは回復してしまったが体力はだいぶ取った。さあ、ギトル失敗、投げられて、こっからが投げが取る、これもいい、こっからクレイジー送らせた、あれはうまい、シャール勝利。ワンピーガンはゼガホンダ、ゼガさん、さあホンダバイソン、ね、ちょうど マイクの2人の持ちキャラなんで、はい、解説していきたいと思いますが、これまずは体力取ったもんが取ったら待てるんですよね、待てますよね、どっち側も。ただあのバイソンは置き攻めガンガンいけるじゃないですか、こんな感じで。 そうですね、あとホンダもいけますよ、でも逃げパンチとか、はい、そう、そこら辺が強いですよね、こう待てるっていう、そう、こういう状況でバックジャンプも、頭突きは結局落とされるので、張り手で寄るんですけども、その張り手にクレイジーがあった場合、はい、クレイジー刺さっちゃうんですよね、刺さりますね。なんでクレイジー持った方が相当有利に戦えるんで、体力削られたらクレイジーをためにいく感じ で、ね、僕は考えてます。さあ、今大系飛び込みが、こっからがさあ、置き攻め100巻にする、100巻だった、おー、溜まってる。でもあのバイソンのヘッド早いじゃないですか、遅いですよ遅いですよ、ね、詐欺、みんな詐欺ってこうコメントすごい簡単に下げれますからねホンダの頭突きと同じぐらいですよ、大差ないですよ、ね、でも100巻やった後にもう絶対、まあ、どっからでもサマーみたいな感じで、 あそこはなんかもう一回飛んじゃうのがいいですね、ああ、もう直接歩いて2択に行くとか。結局投げ合いはいい勝負なんでね。さあ、グランマッパよく見ている、やっぱうまいですね、クレイジーまで繋いで、ね、シャール2連勝、本題やっちゃうんですよ。さあ、出てくるのはスライム国竜意味が分かんないですねこれ、アベビン竜じゃないんですかね、アベビン竜ではないです、はい、某ホンダのサブキャラの竜で某ホンダ使いが3ヶ月ホンダ触ってないから、はい、あ、今日は適当なキャラでっつって、あ、おっと、うまい。さあ、スコアシンク、コアシ投げ、その後はさあ、濃すいぞこの竜、おお、投げまくってピーガチあんのか見てから意味がわからないこの動きバイソンに対して密着で押し戻する開幕からジャブレン、さあ後ろに投げるこれは自由だな、でところどころうまいんですよね、はい、歩いてきてダイヤシハードしっかりとか、あ、出なかった、前に行く、すごいな、ダイヤシ置いてクレイジー、あ、でもこの竜の方、あの、はい、サブキャラの剣も、はい、中キック、元トネピーカラー、僕も同じ色ですよ、ほうほう、はい、誰も見たことない色ですよね弱そうだってよく見えない誰もメインで使ってないさあ、アッパー入れてるのいいですね、あれ、そうですね、竜巻読み、歩き投げ、下げ飛んで投げる、掴みか、ちょっとやりすぎたか、やりすぎたじゃあ下がろうみたいな、はい、あー、さすがにきつかった。さあ、星が並びました、寺さんがいる途上、ちょっとあるよ、さあありますか、これありますかね、寺さんはもうメインキャラ分かんないですね、竜らしいんですけど、東西戦だと一番活躍するのは、はい、剣とかガイルとか、あ、テラ剣強いですね、そうですね、うわー、 うわーどうしようもない、二択強い、大きい攻めきついところをやってくるシャルバイソン、テラさん今バイソンに変更しちゃえばいいよ、同キャラいけるから、バイソン同キャラはねつまんないからやめた方がいいですダメなんですか、同キャラは超つまんないです、おっと、おっ、でかいダンパーを食らわなかったが、もう溜まっちゃうよ、高めから安全なヘッド、
あのペットが強い。さあここがうわ出ない。あベビン様が出てたよきっとさあうわ差が今日ほらこれも安全だった、はい、中盤グラウンドが刺さる。さあ12番手はムナーリサガット、みんな大好き苦労人。苦労人ですね。今日も苦労してますね。苦労してますね。でもワイソン使ってて、はい、一番キャラ差あるのサガットなんじゃないかなと最近思ってます。やることなくなっちゃうみたいな、もうサガット側は。はい、どっからでも打てるじゃないですか。はじはじクレイジーなんで、ゲージを貯めるのもすごい簡単ですし、それを阻害するためには飛び道具打たなきゃいけないです。ヘッドで避けてとか、そうですね、やってればいいんですよ ね、 ね、ある程度まで近づいたら、タイガーの手も殴れるんですよ。あいやーこの状況、ムナーリがいろんな、いろんな釣りをやってるが、よろしくお願いします。頑張って打っている球が削りにしかなっていない。うわー、歩きアッパーも手出さなければ何にもない。そうですね、これが現代攻略です。でも四天王ですよ、こっちも四天王なんですけど、四天王1キャラだけ弱いんですよね。 なんでなんですかね。強い強い普通弱い、ね、さあふがふが、さあやっと頑張って打ったタイガーショットが当たるが、これはバイソンは発動するだけで OK みたいな即死ですからね、ここから難しいですよ。さあどうなる、さんフェイントも打てない体力。おさあおおおーあーっとおまだ行くつもりだった。しょうがない。さあムーダルシムが来ましたよ。癒しキャラが2体並んでましたね。これはでもあれなんじゃないですか。おっとうまいとこは見せれるっていうムーさんが、ムーさんが、はい、そうですね。でもかっこ悪いとこはもっと見せれるさらに、はい、プラマイはマイナスですね。マイナス。さあこれでも捌くの失敗しちゃうと大変ですね。そうですね、この状況いっぱい体力減ってますが、はい、マイソンは端に追い詰めてるんで別にいいんですよね。ゲージも溜まった。うこうなると、さあこうなる、うわ投げれない。あそこはダメ。ここで登場は川又健。川又さん、うお開幕大足、沖大足。これワンピー側頑張って福山さんが貯めた貯金も、ね、横にいるんでうわっと高めだが一本目は川又、やっぱりちょっとキレが違いますよねこの人は。これ説明が難しいんですがキレがある大足。さあリカさんでも、はい、長州戦は好きじゃないんですよね。剣戦が好きじゃないです。剣戦が好きじゃない、はい、おおうますぎる。さあ少し投げ昭和しっかり出る、止めたの川田さん。さあよくやった。今日は白いバルログハースラー。おっとさあバルログ対剣は、はい、うわー投げやすいやろあ、そうバルログの投げは、はい、ピオリ中に投げても受け身取れないんですよ。よくわかんないんですけど3キャラぐらいそういうキャラがいますね。さあうわアッパーが負ける。ひどいな昇竜。おお出していく。さあうわさあ大昇竜が入って、さあうまいですねハスラーマルドフが。ちょっとリード飛んじゃった。大足テーラーは許しません
さあ大昇龍からつかみになる。これが嫌なんですよね。掴んでいく、そして投げて、まだ知らなかった。さあさあ画面をガン見している川又。ああ見えている、レッパケズに川又2連勝。13番手は機械がいる、ね、これ面白そうですね、はい、これは2人とも正攻法な、そうですね、感じですね、保守的と言いますか、はい、うわーマジか今のすごいですね。うわーなんだこれ、キレッキレ。うわしかし投げ返した、投げ返す2回勝利食らって投げ返しますかね、普通ようやりますね。さあ、ちょっとソニックと打ち合って一瞬で前に行く、呼吸が非常に怖い。さあ川又が竜よりこっちの方が合ってるかもしれないですね。すごいな、すごいですね。いや川又さんガエルも硬いし、ね、あ、そうなんですよね、うん、うわお、サバットが中足当たりまくって2段でしまう、やり返した。まあ出際だからと、出際言ってますね。あちょっと後ろに小高商店が2人ぐらいいるんですけど、小高商店計3人横頭おかしいやつじゃねえかよと言ってますけど、ぜひマイクに入れてあげたいですけど、はい、人間じゃねえじゃねえかよとかリハビリセンターとか、まあ、画面見ましょう画面、はい、そうですねいろいろ出てきますから、これいい試合してるんで、ジャンプ表キック、お、はい、じゃあ機械さん守りきれるか、それとも守りきれないのが、おっと、あと、おお、あ、飛んでいく、なんで、まあマイクダブル小高で、さあワンピーは機械さんを大得意としてるニカバイソンですけど、さあちょっと早尾でしたね。でね、まあ、結構出際のクリーナーキャラなんで、これかなりね、これはまあ疎通ってね、疎通はまあ4つのマーシャルアーツの髄ってあって、まあ弾脚応答ってあるんですけど、はい、まあ、バイソンはこの足と足、まあ、投げと、まあクーデターっていう唯一の髄があるんですけどまあそのクーデターがクーデター、まあ、ソニックの弾幕で、まあこれちょっとね、おーっと厳しいんですよ。でやむを得ずサマーを出さざるを得ない状況がかなりあるんで、まあかなりきつい方なんで、あれもしょうがないから出してると。だこれね、まあ、はい、そうすると開幕の距離って、ね、あ、まあ、これ以上でもこれ以下でもない距離の具合なんで、まあ相当開幕重視なんで、この組み合わせ結構ドキドキ見てる方はするんだけど、やってる方はこれ、あー、これはさあ出ないけど、あーい、さあ 2P は14番手草チュンリですね。 1P は15番手のニカさん。さっき言った4つのマーシャルアーツの髄なんですけど、まあ、弾脚応答って、まあ、球足投げ対応で、まあ、唯一この卒 X でこうチュンリー全部入ってるキャラなんですよ、まあ、弾脚応答が。だから、まあ、多分史上最強の安定感のあるキャラだと思うんで、クラゲモードは、まあ、クラゲがこのクラゲがどんだけ強いかっていうのを、まあ、これはちょっとこのクラゲですね、多分ここから全然あるんで、そうっとい
太陽、まあ、こう太陽の部類に春龍はさあやっぱだ。チュンリー基本飛ばなくていいんじゃないんですか。それはあのね、土はシャカシャカで太陽、まあフワイのシスまで行かない太陽の部類まで行く範囲になるんで頑張れば。さあこっからよっ、もうガード、あこれさあ漏れたが音がうまい。これは出際の距離いける、まださあヘッドが入った。ムーさんが、ムーさんが、はい、そうですね。でもかっこ悪いとこはもっと見せれるさらに、はい、プラマイはマイナスですね。マイナス。さあこれでも砂漠の失敗しちゃうと大変ですね。そうですね、この状況いっぱい体力減ってますが、はい、マイソンは端に追い詰めてるんで別にいいんですよね。ゲージも溜まった。うこうなると、さあこうなる、うわ投げれない。あそこはダメ。ここで登場は川又健、川又さん、うお開幕大吉、沖大吉。これワンピー側頑張って福山さんが貯めた貯金も、ね、横にいるんでうわっと高めだが一本目は川又、やっぱりちょっとキレが違いますよねこの人は。これ説明が難しいんですがキレがある。大足、ミカさんでも、はい、長州戦は好きじゃないんですよね。剣戦が好きじゃないです。剣戦が好きじゃない、はい、そうですね、感じですね、保守的と言いますか、はい、うわーマジか今のすごいですね。うわなんだこれ、キレッキレ。うわしかし投げ返した、投げ返す2回勝利食らって投げ返しますかね普通ようやりますね。さあ、ちょっとソニックと打ち合って一瞬で前に行く、呼吸が非常に怖い。さあ川又が竜よりこっちの方が合ってるかもしれないですね。すごいな、すごいですね。いや川又さんガエルも硬いし、ね、あそうなんですよね、うん、うわおサバットが中足当たりまくって2段でしまう、やり返した。まあ出際だからと、出際言ってますね。ちょっと後ろに小高商店が2人ぐらいいるんですけど、小高商店計3人横頭おかしいやつじゃねえかよと言ってますけど、ぜひマイクに入れてあげたいですけど、はい、人間じゃねえじゃねえかよとかリハビリセンターとか、まあ、画面見ましょう、画面見ましょう、画面、はい、そうですねいろいろ出てきますから、これいい試合してるんで。ジャンプ表キック、おはい、マイスよ。今日湘南さんね、僕と40戦ぐらいやってるんで、はい、それを活かしてもらいたいとこですが、僕3回負けました。おおっとめくり竜巻。ミカさん、バイソン側、はい、あの体力であれだとどうしたらいいんですか。じっくり、はい、とりあえず見て、真空で死なない体力だったらまだじっくりいっていいですね、ま、さあ端はきつい、端はきついですね。おおっと投げからのラッシュが際どい。うわあ落ちない。ゲージが溜まったバイソンに横からオワオワされるというのはどんだけ苦痛なことか。おおうまい、いい勝利出た、よく出した。中ゴスから大ゴス投げハード、ピオリは回復してしまったが体力はだいぶ取った。さあ一人失敗投げられて
こっからがやばい。投げは取る、これもいい。こっからクレイジー送らせた。あれはうまい。シャール勝利。ワンピーガンはゼガホンダ。ゼガさん。さあホンダバイソン、ね、ちょうど マイクの2人の持ちキャラなんで、はい、解説していきたいと思いますが、これまずは体力取ったもん。おっと思いっきり投げてくる、うん、極長ぐらいある。体が極長ぐらいあると。あ、そう、でもリッシーさんはね、うん、左利きなんです。僕左利き大好きなんです。左利きプレイヤー、はい、レフティーの人はレバーさばきがうまいと。うまいんですか。はい、平君も。ああ、そうですね。創造さんも左です。スージーさんもそうですよ。うわーっと、うわーとか言ってたらもろぐらいしてましたね。さあ8対9で結構近くなってきました。出てくるのは湘南龍。湘南くん結構、はい、硬い立ち回りっていうか、そうですね、しっかりしてて。うわー、できる。さあ、もう一丁がエコ。これもう一丁がエコ、もう一丁がエコです。なるほど。あれでも終わっちゃうぐらいですよね。そうですね、すごい。めくり中キック、コパン、強パン、強マシンガンだと多分死にますね。あ、さあ出た、大勝利落とした。こっからさあ安いが手堅く、あーっと、うわー、エコ DJ のこういう勝ち方を知ってる感じなんですよね、やっぱり。なんか あれですよね、あの間合いの飛び台形、はい、にくい感じですよね、リュウガーからすると。合わせて、はい、このままタイムアップを狙っているが、わー危ない、中国戦ですけども。あー、そうですね、創造さんも左です。スージーさんもそうですよ。うわーっと、わーとか言ってたらもろぐらいしましたね。8対9で結構近くなってきました。出てくるのは湘南龍。湘南くん結構、はい、硬い立ち回りっていうか、そうですね、しっかりしてて。うわー、エコじゃない、できる。さあ、もう一丁がエコ。これもう一丁がエコ、もう一丁がエコです。なるほど。あれでも終わっちゃうぐらいですよね。そうですね、すごい。めくり中キック、コパン、強パン、強マシンガンだと多分死にますね。さあ出た、大勝利落とした。こっからさあ安いが手堅く、あーっと、うわー、エコ DJ のこういう勝ち方を知ってる感じなんですよね、やっぱり。なんか あれですよね、あの間合いの飛び台形、はい、にくい感じですよね、リュウガーからすると。合わせて、はい、このままタイムアップを狙っているが、わー危ない、中国戦パリータ湘南の奇跡ありましたね。やりました。さあここからはまずは落とす。 DJ 戦は対空が難しくなるんで、はい、足払い対空の前をもう一歩近寄ってからマーシャルアーツの髄なんですけど、まあ、弾脚応答って、まあ、弾足投げ対応で、まあ、唯一この卒 X でこうチュンリー全部入ってるキャラなんですよ、まあ、弾脚応答が。だから、まあ、多分史上最強の安定感のあるキャラだと思うんで、クラゲモードは、まあ、クラゲがこのクラゲがどんだけ強いかっていうのを、まあ、これはちょっとこのクラゲですね、多分ここから全然あるんで、あっと。対応、まあこう対応の部類に春龍は。さあやっぱだ、春龍基本飛ばなくていいんじゃないんですか。それもあのね、土はシャカシャカで対応、まあフワイのシスまでいかない、対応の部類まで行く範囲になるんで頑張れば。さあこっからよっ、ガード、あ、これさあ、漏れたが、お互いうまい。これは出際の距離、